胃もたれが寝起き胃もたれ鼻水あーだートリプルパンチはいということでやっていきましょう。はいどうもラロございます。はいということでまあ完全ですねまた寝起きでございます。はいちょっと今日もですねもう睡眠時間が多分3時間か4時間ぐらいでもう半分生きてるんだか死んでるんだかわかんない状態でちょっとやっていこうかなと思うんですけど、今回ね一番きついのがもう夜食で食べたもんが胃もたれで帰ってきたのが一番きついね。もうなんかめちゃくちゃ今胃がムカムカしてるもん。これ大丈夫か。まあとりあえず頑張っていこうかなと思います。はいで今回もねスマホ版にゃんこライセンスを久しぶりのサブアカの方で、やっていこうかなと思うんですけども、で今回ねやっていく内容に関してはこちらでございます。やべえなんか出そう。よし、OK、復活でございます。ということで、今回は二人でニャンコ大戦争のステージに挑戦していこうかなと思います。もう残り24分で開催が終了してしまうんで、とりあえずささっとやっていこうかなと思いますんで、よろしくお願いします。では早速挑戦していくわけなんですけれども、こちらのステージに関しては星1と星2の方はクリアしております。はい。なんですけど、まだ星3の方がクリアしてないんですよね。で、全8ステージで、ドロップ報酬の猫兄弟 S に関してはもう取得済みでございます。はい。でもまだ一切使ってないんですけどもね。使わなくちゃいけないんですけどもね。はい。で、もう急いでなんでこのステージをやりたいかっていうのがですね、まあ一番最後のステージございますけども、あ、出てこないんかこれ。そっか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 。で、なんで急いでこのステージに挑戦したいかっていう理由はですね、まあ、この最後のステージでございます。で、最低報酬なんですけれども、これでございます。はい。レアチケットの方が手に入るんですよね。まあ、サブアカに関してはですね、まあ、あんまり課金しないんで、結構ね、レアチケット1枚はでかいんで、ちょっと回収していければなと思いますんで、とりあえずですね、星さんの方やっていこうかなと思います。はい。まあ、全8ステージでだいぶ量あるんで、まあ、とりあえずね、もうささっとやっていこうかなと思います。はい、もう加工編成でやっちゃいましょうか。じゃあ、とりあえずガンガン行きましょう。じゃあ、行きまーす。あー、腹が。さあ、ということでやっていきましょう。ちょっとやばい。胃もたれがやばすぎるんだけど、久しぶりに食らってる胃もたれ。これやばいね。今年初だよ。でかいでかい。もうなんかね、胃がびっくりしてる。胃なのかなこれ。まあ、胃もたれだからそうだよな。あ、胃だよね。胃、次行こう。いやー、これはやばいね。で、なんで胃もたれしてるかっていうね、理由に関してもちょっとお話ししたいなとは思うんですけど、何を食べたかですよね。何を食べたかっつったらもうね、みんな大好きかわかんないけど、僕は大好きのですね、まあ、M でございます。はい。M を食べたところですね。いやー、もう本当に食らったよ、マジで。めちゃくちゃ食べすぎちゃったよね。久々に食べすぎた、本当に。まあ、だからだよな。はい、次行きまーす。よーし、やっていきますよ。そう、なんかね、最近出たやつかな。なんか、新タツタなんとかかんとかっていうのがちょっと気になって、そう、食べたことなかったから、ちょっといいかなって。それと、あとなんかいろいろ頼みすぎちゃって、で、それを食べたがゆえの結果で、ね、もう完全にもう自業自得なんですけどもね。まあ、だけどね、なんか抗えないんだよな。なんか食べたくなっちゃうんだよ、あれは。あれをなんとかしてほしいですね。はい。よーし、OK、まだまだガンガンいくよー。いやー、やばいね、ほんとに。普段結構ね、なんか脂っこいもの食べても、そんなに胃もたれはね、なかったんですけど、ここまで胃もたれ食うとは思わなかったね。いやー、年なのかな？そろそろ来たか？これは。嫌だなー、なんかちょっとね、もうちょっと胃は若くいき、ね、ありたいところでございますけどもね。なんちゅう話してんだよ。さあ、ということで、今のところ意外とサクサクいってるんで、とりあえずこのままですね、やっていこうかなとは思うんですけど、最後のステージがですね、まあ赤分の方が、出てくるわけなんですけど、まあそれに関してもまあ問題なくいけるのかなとは思いますんでね、まあサクッといきたいところでございます。まあ最低報酬に関してはマックスもらえるかはわかりませんけど、まあその辺に関しては、つうかこれ待って、クリティカルがいないんだね。ああ、まあご利用しか、もうまあいいか。まあこの辺は大丈夫でございますけどもね、ガンガンやっていきましょう。あとね、他にもね、結構ね、残りね、
ね、時間ギリギリでね、挑戦したいものも、ね、結構あるんでね、もうそれも間に合うかもどうかもわかりませんけれどもね、最近こんな感じだよ、もう本当に時間に余裕を持たなくちゃいけないんですけどもね、はい、ちょっとまあ無理なんですけどもね。うわーやばい、ちょっと待って、さっきゲップしたらさ、もうあの匂いがもうブワーンって出てきたんだけど、ブワーンってやばいな、これ人と会えないぞ、これは。まあ会わないからいいんですけれどもね、すごかったすごかった、なんかね、ニンニクよりひどいよこれ。もう大変な匂いがしたもん、自分でも気づいたもん、なんだこの匂いみたいな。やばいなこれ、ブレスキア必須でございますけどもね、まあそりゃ寝起きなんでね、まあちょっとね、この後収録が終わった後にちょっと歯磨こうかなとは思うんですけどもね、もう急いで収録してるんで、もう何もしてない状態だよ。もう寝癖も多分ひどい状態なんでね、まあこの後ちょっと、まあ歯を磨きつつちょっとシャワーも浴びなくてはいきませんけれどもね。さあ、ということで行くよー。あとまだ残り何ステージ ?2 ステージくらい残ってるのかな。でもあと残りわずかなんで、このままやっちゃいましょう。あー、ということで、やっとラスト2だ。よし、ということで、まあ、なんだかんだで、次でラストでございますね。とりあえず安心でございます。で、このステージに関しては、なんか黒い敵が結構出てきてたような感じもするんで、とりあえず、まあ、カサ地蔵の方もですね、まあ、メインに出していきたいところ。あとはあれか、サラダでございますね。あ、やばい、ちょっと待って。大丈夫か、大丈夫か、大丈夫か、サラダを出して、よし、これで大丈夫じゃないですかね。さあ、あとはラストステージに備えるだけでございます。とりあえずどうだろうね。眠気の方はちょっと抜けては来ておりますけども、やっぱ眠いな。やっぱきついよ。どうだろう。モンスターガブロミしても多分ダメだと思うよ、これは。よし、次ラストだ。でも一番面白いのはアプリ版。よし、ということでラストでございます。もうここまで来れば安心でございますね。だいぶ時間に余裕あったな。よかったよかった。じゃあとりあえずどうしようかな。そう、このね、ドロップキャラクターに関してもね、取得ボタンを押してないんだよ。だから一切使ってないんで、うん、せっかくだからちょっと今回ね軽く使って、今回の動画これで、終わりにするっていう流れにしていこうかなと思いますので、よろしくお願いします。さあ、てことで、そうだ、スイッチ版もめちゃくちゃやりたいんだよ。やるとか言いつつも結局やってないからね。ちょっとどうしよう、やりたいんだけどな。まあちょっとその辺も、もうちょっと待っててください。まあ、いつか俺が生きてる間に多分やると思いますので、それまでお待ちいただければと思います。もうそしたらもう何年待つって話ですけどね。まあいいや。さあ、ということで、まあとりあえずまあボス戦までですね、まあ調整しつつやっていきますよ。さあ、来ました、赤分でございます。サクッと倒していきますよ。で、あとはどうだろうな、まあ黒ダルとかいろいろ出していきたいところでございますけど、ちょっとまだお財布に余裕ができないんで、どうしようかな。まあお財布に余裕ができてほしいところでございますけど、でもそんな出てこないんだね。あれ、思ったほど何か、あーでもいいや、とりあえず黒ダルも投下して、あとは、黒キャスはどうしようかな。まあまだいいか。よしよし。さあ、そろそろ赤分の方も倒れてもいいんではないでしょうかとは思いたいところでございますけども、あ、まだまだ倒れないと。さあ、まだまだ頑張りますよ。あー、やばい、ちょっと待って待って待って、なんか口から何かが出てきそうなんだけど大丈夫か。やばいやばいやばい、ちょっと待って、出てきそう、危ない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 、あー、待って、クリアできた、危ない、ちょっと待って、ちょっとトイレ行ってくる。あー、ということで、間一髪でございました。まあ、物は出なかったんですけれどもね。はい。いやー、もうちょっと待って、胃薬飲むか、これ。はい、ということで、まあ、とりあえずですね。もう、胃もたれと戦いながら、まあ、なんとかね、すべてクリアすることができました。はい。ということで、レアチケット、獲得でございます。もう、カビカビラジモだよね。はい。よし、ということで、早速確認して参りましょうかね。確かあれだよね。猫兄弟に関してはレアキャラで合ってますよね。多分取得ボタン押してない気がする。ほら、これでございます。はい、猫兄弟 S でございます。まあ、このキャラクターに関してはですね、まあ、スイッチ版のですね、まあ、二人でニャンコ大戦争の記念キャラでございます。はい。まあ、これを見るたびちょっとね、まあ、スイッチ版やらなきゃっていうね、思いにはなりますけれども、ちょっと待っててください。じゃあ、キャラクターボタンの方を押していきましょうか。はい、っていう感じでございます。で、これが10レベルになりますと、なんだっけ、S じゃなくて何になるんだっけ、ちょっと待って。まあ、いや、とりあえず押していきましょうか。じゃあ、行きます。はい、っていうことで、あ、猫バカ兄弟になるんだ。そうだそうだ、思い出した。はい、ということでございます。
じゃあせっかくなんで、ちょっと胃もたれと戦いながらですね、まあ第一形態と第二形態の下のテキストの方をですね、読んでいこうかなと思います。スイッチ版ニャンコ大戦争記念キャラゲーム大好き、どこでも一緒なスーパー仲良し兄弟。属性を持たない敵に打たれ強い、はい、攻撃っていう感じでございます。はい。で、お次、第二形態でございますね。猫バカ兄弟 S でございます。スイッチ版二人でニャンコ大戦争記念キャラ、大人になっても一緒にゲームをする仲良しファミリー、属性を持たない敵に打たれ強い範囲攻撃っていう感じでございますね。いいね、大人になっても一緒にゲームできる仲良しって。まあいいか、とりあえずまあ30レベルさせましょうか。経験値もだいぶ溜まってきたんだよね、サブアカ。すごくないこれ。多分今までで史上初だと思う、サブアカでここまで経験値貯めたのは。まあ最近ね、全く使わずにね、もうひたすらね、もうゲリラ経験値とかも周回してるんで、まあそりゃ溜まりますけどもね。よーし、オッケー。じゃあ、とりあえず30レベルにさせて、じゃあ、進化後でいいか。はい。ということなんで、また改めてこのキャラクターの方ですね、今からちょっとチャレンジステージの方でちょっと使っていこうかなと思いますので、早速移動しましょう。まあ。さあ、ということで、改めまして、今回ですね、まあ、取得しました、猫バカ兄弟 S の方ですね、今から使っていこうかなと思います。じゃあ行きましょう。はい、っていう感じでございます。確かスイッチ版と色違うんだよね、進化ごと。あれ、進化版も違うんだっけ？ちょ、その辺をちょっと忘れましたけど、ちょっと改めて確認したいな、これ、せっかくだからね。ちょっとまた近々やりたいけども、まあ、とりあえず、もうちょっとやれるように頑張っていこうかなと、思いますので、ちょっとお楽しみにしていてください。そう、やりたいことたくさんあるんだよ、もう。シルドラもやりたいんだけどね、最近やれてなくて、コメントでも結構いただくんですけどもね、ちょっとやりたいんだけどちょっと待ってほしいんですよね。まあその辺もちょっとうまくね、あの時間も方も、工面しながらやっていければなと、思いますので、お待ちいただければなと思います。まあこんな感じでございますね、ビジュアルに関してはですね。はい、ということで、ね、もう特にはなさそうなので、まあ今回の動画はこれで終わりにしようかなと思います。なんかいきなりちょっと腹痛の方も来たので、この辺でちょっと切り上げたいと思います。はい、ということで、今回はですね、こちらでございます。二人でニャンコ大戦争のステージでございますね。まあ、残り時間がギリギリだったんで、まあ、ちょっと急いでですね、まあ、寝起きで収録いたしました。まあ、とりあえず無事ですね、まあ、星さんの方をクリアできたので、まあ、よかったなと思います。はい。また引き続きですね、サバコの方もですね、ちょっといろいろやっていこうかなと思いますので、まあ、また、見ていただければなと思います。ということで、今回の動画は以上になります。ここまでご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。またね。皆さん、胃もたれには気をつけて。